サッカー本当10年以上本当にその人生をかけてやってきて、でその中でやっぱりまだまだマイナーなビーチサッカーでもっとたくさんの人たちにね見てもらいたいなって、まあ、どうやったらもっと知ってもらえるんだろうって気持ちは常に持ってたんですけど、まあなかなかどういう行動をしていったらいいのかっていうのは自分の中でも、まあ、まだまだ分かってなくて分かんない状態で、その中で本当にもともとビーチサッカーには関わってなかった仲間たちがビーチサッカーを広げてくれる、一緒に魅力を伝えてくれるっていうことでね、動き出してくれて、こういった形になって本当にもう感謝しかないです。仲良くさせてもらっている鈴木俊太君ですねが浜松岩田でチームを持っていて、その代表をやってるんですけども、彼のそのサッカーに対する情熱だったりとか、そういうのをいろいろお話しする中で、なんか自分も応援できないかなと思ったりすることがあってですね、でなんか自分にできることはないかな、なんか嫌いかなっていろいろ考えたときに、映像でやっぱりいろんな人に届ければっていうふうに思うようになって、じゃあ映像撮ってる仲間もいるし、あとやっぱりいろんな仲間を巻き込んで、みんなで応援してればもっともっと盛り上がるんじゃないかと思うようになって、こういう PV を作ろうかなと思うようになりました。当日も雨予報で、実はもう朝から雨だったね。僕らは確か1時前ぐらいかなから入って、現地に行ってずっとこう天気を伺いながらやってたんですけど、いやーまあ一向に止むこともない雨を、あちょっと弱くなってきたみたいな感じでね、止むのを待ち続けて、雨雲レーダーをずっと見ながらいたわけなんですけど、午前中はねどうしても雨が止まなくて、午後になったら止むだろうと思って、まあみんなで信じて待ってね、ようやく雨が降ってくれたものですから、まあ結果的にはすごくいい絵が撮れたんでよかったんですけど、まあそれが一番ドキドキでしたね。はい、たくさんの、まあ、実際その天気も悪くて雨が降ってもう止むか止まないかっていうような状態で、まあ、撮影の B サッカーの撮影のコンディションとしてはあまりいい天候ではなかったと思うんですけど、その中で本当に多くの方に集まっていただいて、その人たちを見た時に本当にこれだけ集まってくれたってやっぱりその感動は まずありましたし、
中で、まあ、撮影の舞台だったり、歌を歌ってくださる川口さんであったり、発起人で、チームの候補もしてくれている萩、ストックスの萩であったり、僕から見てみんなが本当に輝いて見える一日だったし、その中で、まあ僕たちのチームとしてキースサッカーの魅力を、来てくれた方たちや実際にそのカメラから動画として見ていただく方たちに、なるべく伝え分かってもらえるようなプレーであったり、熱量っていうのを伝えれるようにやらせてもらいました。そうですね、クラウドファンディングを、これも、なぜ始めたかというと、もちろん身内だけで始めても良かったんですけれども、身内だけで始めて、身内だけで作って、それでそこだけで満足しちゃったらもう、この制作する趣旨って何だろう、ただお金をもらいたいっていうんであって、一つの作品をたくさんの人でやっぱ作りたい、みんなが関係者だよっていう思いで、やりたかったので、クラウドファンディングをやらせていただきました。このクラウドファンディングで寄付をしてくださった方々もたくさんいたので、本当に今そういった人たちに支えられて僕らがビーチサッカーができてるんだなってことがみんなが分かったと思うんで、それを力にしてね、なんとかさらにチームの、力を上げていきたいなと思います。まあ、そのたくさんの人たちに見てもらえてる、知ってもらえてる、応援してもらえてるっていうことが実際みんなもチームとして分かったと思うんで、それは本当に大きな力になりますし、やっぱり僕ら社会人チーム、一社会人のチームですけど、ただ、その社会人、自分たちが楽しむっていうわけではなくて、やっぱりそういう応援してくれる人たちの、を背中に背負って戦っていくっていう。ことが、ね、これからまたできると思うんで、そうするとまたチームとしても一皮向けていい戦いができるんじゃないかなって思ってます。その選手のプレーを見ている時のキラキラした感じですかね、すごくこう憧れの目で見ている感じ、あれが印象に残ってますね。チームのメンバーでもなければ、スポンサーでもない立場でいると、やっぱビーチサッカーっていう業界全体が、ね、盛り上がればいいなと思うんで、あんな楽しいのだったら全然ボッパンが盛り上がってビーチ行ってね、あなんかやってるっつって、であれ今回映ってないけど大会とかでね、出店っていうか出店とかがあったりしてより楽しい、でああいうのがどんどんメジャーなスポーツになっていったら、なんかいいな、日本海に囲まれてるしね、どこでも、ビーチがないってあるんですけど、ビーチなくてもいいのか、作りゃいいのか、海のそばでビーチみたいのがあればビーチだったんですよね、バカで言うと、そこまでは分かんないですけど、でも、そうやってあれを盛り上がったら楽しいなって、やっぱこう子供たちの、その裸足でスポーツやったりっていうところも、すげえいいことだなと思うし。
またより一層ちょっと盛り上がりが増えていったらいいなっていうところがありましたね。サッカー王国静岡県、うん、ここで、出たスーパースターね、諸先輩方だったりとか、あとはそうですね、僕らが小学校の頃にもうまさに J リーグが始まった年ではあるんで、その時の、まあ、スーパースターの一人の山本監督が、あ、今道坂日本代表の監督をやってらっしゃるので、まあ、でそのまた新たにスーパースターを開通してくれるであろうと一生懸命になってくれてるので、そういったもちろん選手の方たちも見ていただいて、俺たちももっとやってやろうっていうふうに思ってもらえたりとか、ビーチサッカー業界が全体が盛り上がってくれたら嬉しいなと思ってますんで、本当に選手の方たちにも見ていただきたいと思います。キーパー調子良すぎじゃない？ワンモア！ワンモア！かぶってますよね。ちょっとね、青がかぶってた。青がかぶってました。ワンモア！ワンモー入りました。ちょっとみんな声援ください、声援。頑張れ。キーパー！キーパー！ナイスキーパありがとうございました。ね、今日本当に
まあ、天候もね大変でしたけども最後済まされて、何よりねなんか子供たちが楽しそうで、こういうのが定期的にできるといいですね。なんか選手をすごい一生懸命応援してたり、なんかそんな姿を見てこれがこれから盛り上がってね定着してたらいいなと思います。なんかその第一歩になれば嬉しいです。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうでしたか。いや雨心配されましたけども無事に終われて本当に良かったです。やっぱりあれだけ応援してくれる人がいるとやっぱプレーも質が上がりますし、モチベーションも選手たちも上がって、僕自身もすごくいい環境の中でプレーできたので、最高でした。何やってんの。どこ見てんのよ。回してる？一番大事だよ今の。メイキングで一番掴むんだから。イエイ。撮影編チームお疲れでした。お疲れでした。お疲れ様です。ありがとうございます。できたな。でこんな頑張ってやってできたらまあ普通だったらすいません。ここはチャーミーの腕ですよ、うん、腕かもしくは誰かみんなのカメラのせいです。一度さんが全然撮ってない。自分はいいのかい。2カメ OK かい。でも今日雨上がってみんないっぱい来てくれてもうほんと最高。マジであんなこんな天気で来るとは思わなかったから諦めてたから。それ天気悪すぎて回しなかったから、ね、その悪さが伝わらないよね。よかった。よかったと、ね、いうことで本編をご覧ください。使うか。使う当たり前出たかいな。知ってる。まあ、ビーチサッカーをね今子供たちに見てもらったりビーチサッカーの教室をさせてもらったりもしてるんですけど、その中でやっぱり子供たちがねコーチみたいにビーチサッカーの選手になりたいとかそうやって言ってくれる子たちもいて、やっぱり今のビーチサッカーの環境ってまだそういう子どもたちに本当に、まあ、将来ビーチサッカーの選手になったらいいよってお勧めできる環境かって言われたらそれは答えはノーだと思うんで、このビーチサッカーの環境をもっと僕らビーチサッカーを始めた世代がもっと向上させて、子どもたちがね将来ビーチサッカーを選手になりたいって言った時に本当に心からみんなに応援してもらえるようなそういったビーチサッカー界を作っていけるように、僕も一ビーチサッカー人として活動していきたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にねあとはまあ僕らは楽しみに待って、あとはね結果しっかり出して、ね、そのチームにより価値を高めれるように、まあ、しっかり来週からまた東海大学に向けてやっていきましょう。お疲れ様です。よっしゃ。お、寄ってくれないぞ。最後のポンポンだけ。あ、ポンポン、はい。うわーい。バカッ。ずっとやってるわね。ちょっとテンポも崩してますんで、ちょっと1回目は練習って感じでね、いけます。ギリギリまでそれもらっていいから。ギリギリまでそれもらって入ってくる。1、2、3、4、5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